ハイサイ、今日はですねちょっと珍しいカメラを使ったスナップ企画やってみたいと思います。じゃん、ソニーの α6400 というカメラですね。実はね、いつもこれを使って YouTube の撮影をしてるんですよ。これめちゃくちゃ動画性能良くて、もう本当ずっと動画起用として愛用してて、最近もねこれについての動画出したんですけど、やっぱり動画機としての α6400 の話にどうしてもなっちゃうんですよね。で、今日はですね、初めてかな、企画としてはこの α6400 を持って外にスナップを撮りに行く企画にしてみたいと思います。はい、いや、やっと写真機としてのこいつの性能が分かる時が来ました。はい、本日使用するレンズはシグマの 16mmF1.4 という単焦点レンズですね。で、ボディが α6400 となります。僕の α6400 ね、ここの部分見ていただくと分かると思うんですけど、動画撮影用のマイクのウィンドジャマーがここについてるんですよ。少し不格好なんですけどね、普段 Vlog 機として使ってるので勘弁してあげてください。それでは撮影に行きたいと思います。チャマーリーさん、すいません、はい、一緒に外に写真撮りに行きませんか？5分待って。チャマリにも協力してもらって少しスナップ撮りに出かけたいと思います。いや、結局チャマリが出るってことはスナップというよりはポートレートに近いのかな。スナップポートレートって感じで撮っていきます。よっしゃ、行くぞー。ちょ、まあ、これ持って。なんか、前髪上げると雰囲気変わるね。うん、ちょっとね、うん、落ち着かない。いや、俺好きだよ。さあ、ということでね、なんかこう夕日が綺麗なヤシの木の並木道見つけたんで、ここで撮っていきたいと思います。この日は曇りだったんだけど、雲自体は薄かったです。薄い雲でディフューズされた夕日の色がいい感じに出ててですね。で、まあ夕日といえば巡行よりも逆光ということでね、ちゃんまりに夕日を背負ってもらっての撮影です。写真のテイストとしてはノスタルジックな雰囲気を狙っていきたいと思います。たまり、もうちょっとこなれた感じでさ、なんか足組むというかさ、もうちょっとストリートな感じです。海沿いはポージングしすぎるよりも少しこなれた感じで佇んでもらって、それをスナップ的な感じで撮る方が僕は好きですね。その方がこうノスタルジックさが増します。やっぱりこのアングルがすごいこうチルトしてくれるんで、これ使いやすいですね。ローアングルでもハイアングルでも。いやー、思った以上。こういう初心者向けエントリー機って逆光にとっても良かったりするんだけど、 α6400 は大丈夫ですね。逆光は顔の部分がどうしてもシャドウになっちゃうから、ダイナミックレンジの低い APS-C 機なんかだと、まあ、顔の階調潰れたりね、ハレーション起こしたりしがちなんだけど、動画も写真もめっちゃいい感じで撮れるな、これ。この辺りはもうスナップですね。特にちゃんまりに何かポーズをしてもらうっていうわけじゃなくて、本当にもう普通に遊んでる中で撮っていくっていう感じで、かなりノスタルジックに仕上がったんじゃないかなと思います。僕ね、なかなかハイキーで撮るってことをしない人なんですけど、今回はやっぱりこう夕日の逆光っていうのもあって、ハイキーと非常にこう相性いいので、バランスを見てですね、ハイキーに仕上げております。前の動画でも言ったんですけど、 α6400 ってすごいオートフォーカスの性能がいいんですよ。めちゃくちゃ速くてめちゃくちゃ正確で、だからこういういい表情した瞬間なんかも、もう確実にパシャッと撮れるっていうような感じで、お子様がいる方とかね、ペットの撮影とかにもかなりいいんじゃないかなと思いました。これは余談なんですけど、夕日の逆光撮影の時ってモデルさんが髪染めてる方でしたら、こうやって夕日を透かすとですね、すごく華やいで見えるんですよ、顔の周りが。これおすすめなんで、髪の毛にね、夕日をかざすっていうのをやってみてください。この辺りはちょっとノスタルジック要素強めにして、少しフィルムルックに見えるように撮ってます。で、この写真表情微妙なんですけど、僕この抜けた感じめちゃくちゃお気に入りで、なんかヤシの木とのバランスも含めていいですよね。
本当はねもうちょっと左側に被写体寄せた方が良かったかなと思うんですけどね。お、この辺りなんかいいな、抜けがいい。ちゃんまりこの辺りいいな、うん、あっちの海では釣りしてますね。うすうす気づいちゃいたんだけど、キックボードしながらの撮影ってめっちゃ難しい。これ行動ではやめましょうね。ここ行動じゃないんであれですけど、ちゃんまりが意外とねちゃんと進むんです、早いんですよ。さあということで今ビーチに着きました。こんな感じで家から一番近いビーチかね。ちょっと散歩しながら写真撮っていこうか。あ、はいね、完全に撮影忘れてたでしょ今気持ちいいじゃんだって。確かに暑くないね今年の夏は。涼しいのよ。この時間外歩いてて暑くないっていいよ ね動かなければ汗かかんもんね。これかかないかかない。みんなハンモックで揺られたりとかね、アロハ着て気持ちいいねということで、この辺りでちょっと撮っていこうかな。はい。こちらは取って出しの1枚、特に何の編集も加えてないんですけど、まあ、綺麗な色味ですよね。このオレンジの拾い方とか緑の発色の強さとか、いかにもソニーのカメラですって感じですね。この発色の強さは今の時代に流行ってるフィルムルックな、まあ、富士の写りとかああいうのとは正反対なんで好き嫌いは分かれると思うんですけど、僕はデジタルの色味が好きなんで α6400 の写り好きです。ここから先の写真もほんの少しだけフィルムルック要素を足して編集を仕上げてます。 16mmF1.4 ってフルサイズカメラでいうところの 24mmF1.4 なんですよね。ソニーのフルサイズ機には 24mmF1.4 っていう紙レンズがあって、まあ、それと α7 III をよく使うんですけど、やっぱりね同じ F1.4 であっても APS-C である α6400 は背景のボケが少し物足りないですね。このあたりはねセンサーサイズの差が如実に出てる気がします。こちらは前ボケを入れて撮ってみました。なんかいいですよね、こう前ボケを入れるとこうダイナミックにパース感が伝わるっていうかさ、うん、いいんじゃないかと思います。このシグマの 16mmF1.4 も本当にいいレンズですね。さっきセンサーサイズが小さいから背景のボケがなんとかかんとかとか言ったんですけど、まあさすがにここまで近寄って撮影すれば理想のボケっていうんですかね、大きなボケを得ることはできますね。締めはこちらの写真です。これもねかなりハイキーに仕上げてます。なんかこう笑顔と夕日の逆光とハイキーってすごい相性がいいんですよね。この1枚もすごくお気に入りの1枚になりました。はい、ということで今帰ってきました。いやー α6400 でのスナップね楽しい。なんで今までこれスナップに使わんかったんだろうなって思うぐらい、やっぱちゃんと写真機ですね、この α6400 は。もちろん動画性能ももうすごい優れてるんですけどね、あーいいなと思いました。こうファインダーを覗いてちゃんとあいいこの絵っていう引き込まれ方をするようなカメラだったんで、ほんと写真から動画まで全部楽しめる素晴らしいカメラって感じですね。で今回シグマの16mmF1.4 これつけていったんですけど、他のレンズでも試したくなったんで、今度はフルサイズ用のね GM レンズ使って撮影してみたいと思います。はい、ということで今回は以上です。また次回もお楽しみに。 See you。なんかいい。